かな、これ。まあ、大丈夫ですかね。あれだったら、まあ、まあ、サックには悪いんですけど、ちょっと片付けを。いや、まあ、8時45分からいつも配信してると考えたら、いけるでしょう、はい。それでは参りましょう。敗者側決勝戦。ラナイ VS レイン、行きましょう。レインなのか、配信的には。さあ、敗者側決勝戦、村人バサシーグ。さあ、ボリンゴ落としていく。パチンコ技でダウンを奪う。さあ、中距離の睨み合い。逃げるシークに対して村人、埴輪を生成する。埴輪を生成して、まず立ち回りの余裕を築いた後に攻め始めるという、この村人ならではのスタイル。対するシークもですね、針を攻撃の起点にすることもできるという、まあ、どちらも遠距離で優秀な選択肢を持っている。パチンコパチンコパチンコ、しかし長距離で抜けている。うまい深く上がり攻撃を通しつつ掴みに行きたかったが、村人を受けている。さあ、うまい横強からニュートラルダメージを取っていく。さあ、お互い同じパーセント、いい勝負。針を当てて、さあ、上と下、明らかに下が有利なこのゲーム。崖から上がりたいが、さあ上がりつつ弱で返していく。ここでコンボ、空中ニュートラルになりつつ恐竜を取って様子を見て、さあしかしラナイもやり返す。ここで副装置を狙っていく。空下から、おっと長距離に対して空手を狙いたかったが、ここは長距離が勝ってしまう。やはり長距離強い。さあ、パチンコパチンコ、ここで食い狙うが、しっかり回避着地、着地式が出る回避着地ですが、こういうのをですね、きっちり調整してくるあたりがさすがとしか言わない。さあ、花火を上げているが、これは当たらない。風神を狙う。さあ、お互い撃墜が近いが、前投げ、もっと空しろ、もっとカーサーを振ったところにしっかりと風神の爆発を合わせていく。さあ、昨日不利の夢でしたが、レインしっかり読み勝っている。下へから、あーっと、クーした暴れじゃない、クーエに対してクーした暴れ。いやー、あの暴れの方が、うわーっと、これ相打ちニュートラルでしょうか。さあ、シークのターンと思われていたが、そこに村人が暴れをぶっ込んでいった。さあ、ここで一振りのボーリングを合わせていく。クー下にしっかり読んでいたが、おっと、ここで水をかけているが、シークしっかりと投げ目的で避けている。うまい上京から追いかけていく、追いかけていく。ここで着地狩りを狙って、さあ攻守交代、村人の着地から弱さしていく。回避から前下投げ通して、ここで上回避。さあ、着地狩りを狙っていくが、シークしっかり距離を置いていった。まだ冷静に、おっと、うまい、ボーリングをガードしてつかめる。そう、これが今回のバージョン、ボーリングをガードしてつかめるんです。さあ、これサクレーズガン当たればいい、やばかったぞ今のは。おっと、やばい、崖の無敵が少なくなっている、パーセントが高まっている。さあ、79まで 0%、 まだ分かりません。空中後ろから、さあ、クエの掴みに合わせてダメージ勝ちしている村人。さあ、シーク、もっとタックをかけていくと思いきや、ここで村人着地に合わせて暴れている。さあ、爆発上がっていったところに空中後ろから置いている。空後ろ、空後ろ、モーリング刺さる。それでは1本目を取っていったのはラナイ村人。さあ、2本目参りましょう。キャラクターとステージを選んだ上で、おそらくキャラクターはお互い同じでしょうか。さあ、レイン選ぶステージは終点。それでは参りましょう。敗者が決勝戦2本目、最終決戦、王手をかけているのはラナイ。ここでレイン取り返せば3本目ですね。そしてラナイが勝てば最終決戦と突入。掴んで下から熊へ、なるほど、シークは軽いからあれですね、やられ吹飛びになるんですね。さあ、前投げ調理をきっちりとダメージを取っていく。針を収めてしっかり休みつつ、おっと、ナタの先端を合わせて飛び込んでいく。ここで上に暴れ、さあ、うまい、場外に出てハニワに対してディーが差していく。しかし、ハニワが
発生していた。発生が早い。ハニワ自体には発生保証がある。さあここまでの展開、若干村人有利か。しかしまだ分かりません。じゃあ脈さあハニワをハリでしっかりとしのいでいる。逆だ。ハリをハニワでしのいでいる。ハリが村人に対して結構通じにくい理由の一つがこのハニワを貫通できないというところですね。もちろん状況別ではあるんですけども、あれが結構飼育側からすると厄介だったりします。さあここで商業ハニワで防いでいる。なんで下台から空前へ確実にダメージを取っていく。パーセント差わずか13。崖ハニワを打つ。上がっていくが、さあパチンコで形成しつつ崖上がり。さあ中から弱を置いて相手の暴れを許さないレイシング、うまい。転がりをしっかりダッシュハンディー浮きで借りつつ浮かせていくが、ここで村人がターンを取っていく。と不審に対して空後ろ合わせている。おっとうまい。ここで一瞬で取り返す。さあ分からなくなってきた。面白いぞこの試合。片方がストックを取れば片方が一瞬で取り返す。さあなさ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 、あんだけ当てても23ダメージ。しかし強い、やはりこの技。しかも出る人ないから超よ。ここでまた掴みから下投げ、うまいを狙っていくが、レイン変更うまい。真上だ。さあほぼほぼの状況。ここから勝っていくのはどちらか。両方から組めぬ、しっかりダメージを取っていく。さあ危ない危ない危ない。ジャック連打から組めぬを通していきたかったが、ここでうまいレイン軸、しっかりと組めぬのを空振ったところを見逃さずにナタを刺していく。さあうまい掴みを通して下投げから組めぬ。さあうまい、ここでもう一度掴み、タックをうまくかけていく。さあここでハニワを出して針をしのぐ。パチンコをしっかりですが、さあここで相打ち、ダメージ的にはゴブといったところが食えながら、パチンコしかしナタ暴れうまい。さあここで上様を狙っていきたかったが惜しかった。来たないから、これはプラシン当たらない。さあしかしもう分かりませんね。村人が撃墜をされそうなパーセント、しかしシークもですね分かりませんよまだ。これはどちらも危ない。ジャクジャク、さあ食えんじゃない、暴れて落としたしないから、さあ食え人、これはさすがに撃墜取り返す。レインシーク、さあリプレイをお願いいたします。3本目参りましょう。さあさすがにお互い1本も譲らない。ここまで来たら当然最終決戦、その先の優勝へ突き進むのみです。さあ完全五分状況を迎える3本目、ステージを選ぶのは村人、七井川。さあそれでは準備ができたら始めてまいりましょう。トロフィーステージ制はそうですね、こちらではないので。さあラナイ村人1本目で勝った戦場をもう一度戦略。さあまずはハリハニワ、挨拶代わりにかわされるこの飛び道具たち。前だから超魚、これは当たらないが斜めしっかりと、おっと乗ってしまう。しかし乗ってもガードさせれば、そうすぐに動けるのがこのハニワの特徴。さあうまい超魚通して、じゃあくれんだハニワとハリが交錯する。さあダッシュから突き抜けてのクエヌ。さあここでクエヌを回避に通したかったが、シークロガード早い。おっとここでダウンレンボリング、ダメージが高い。さあ弱で動くことを許さない。55対48、ダウンレンでダメージを稼いだものの、しっかりとシークが立ち回りで稼いでいる。さあほぼ5分の状況、いや若干ラインを詰めているのは村人側だが、さあラインはすぐにひっくり返る。ここでシークが優位に立つ。ジャスカからのクエヌ掴んで下ないから空中前、確実にダメージを取る。さあ上強で大上に味嫌がらせ、これが結構強い。
さあ勝負で反対側に回りたいが、ここはパチンコは許さない。さあうまい大阪に空中攻撃を巧みに使って相手のガードを削っていく。おっと今のはなかなかいい狙い。さあここで勝負よ。おっとこれはさあしかしさあここで村人風船を出して復帰、復帰距離が長すぎる。さあクエンから植木を振っていく。これは読まれていたが、読み合いに負けたのは柳井が。さあジャックから嫌な状況、あのジャックをガードさせられると結構嫌な状況ですが、さあここでもっと空中になる。ちょっとミスってしまったが、さあここで勝負を狙っていく。と強気のボーリングですが、ここはしっかりに当たってしまっていく。うまい超魚、うまい。おっと、おみきや。さあ超魚読みのハニワ先生、ここでなんとハニワを超魚で壊させて大ダメージプラス撃墜。いや今のは超魚技で撃墜かと思いましたが、ラナイが超魚を潰していた。さあ下ないからもう一度食え。さああとこれは跳ね返ってまた撃墜になる。下には行かなかった。さあ超魚ここで返ってくる。さあ 170% シークとしてはここらで撃墜をしてしまいたい。村人としては当然リードを広げたいところですが、うまい超魚、素晴らしい。ハニワの先生を呼んでいた。さあ 10%0%、 もうアドバンテージはほぼないと言っていいでしょう。ゴム状況、最終決戦進めるのはどっちなんだ。さあパチンコパチンコパチンコ、もっとうまい。あえて上出ることで崖の位置振りを阻止、冷静な判断。さあここでパチンコを食う上にから、さあ連着中うまい、しっかりとつかみ通して商業稼いでいく。ああーうまい、ここで受け身うまい、しっかり取っている。めり込んでいましたからね、たまにあれ受け身取れるんですよね。僕も昇竜拳で崖にめり込みながら帰るときにあれで受け身取れちゃうことがたまにあります。さあ上行から、さあ分からなくなってきた。これは怪しいぞ。ジャクジャク、ほっとジャクジャク、ジャクがしつこい。さあ勝負で距離を取りつつ、さあチャンスをつかんだ。あと不審とカウンターであわや撃墜というのもありえましたが、さあ空車ジャクジャクからパチンコジャク、いやらしい後ろ投げ、これはゲスになるぜ。そうですね、まだ重い。おっとパチンコ当てて、これはおっとうまい、上に出てる、冷静、素晴らしい。なかなかできない、これはできないが、これをやってのけるあっと後ろ、これはまだ大丈夫。さあギリギリ上、これはうわー絡ないぞ、まだもう高い。あーうまい、クーシーを読んでいたのか。クーを出してしっかりニコヒで勝ったのならない。リプレイお願いします、リプレイお願いします。いやー熱い勝負でしたね。これはボーリングの受け身が素晴らしかった。そこでねラナイ村人集中を切らしてしまったようにも見えたが、しっかりと取り返してきました。ラナイさんは連戦いけますかね。